トラックが衝突したことにより大きく傾いた信号機今日午前5時半ごろ三島市松本の県道の交差点で右折した大型トラックが信号機に衝突する事故がありましたこの事故でトラックの運転手にけがはありませんでしたがトラックが衝突した影響で信号機は大きく傾き一時使用できなくなりましたこの事故の影響で現場周辺は一時 片側交互通行となりましたが、信号機が仮復旧したため、およそ2時間後に解除されました。警察が事故の詳しい原因を調べています。